鉛筆って使わないけどいいよな。人に聞きようがない。嘘。違うの。何が？あ、くぼみが。はあ。嘘だろ。やば。まあ、でも右利きもあんな、ちゃんと。持ちやすい。めっちゃ安いよね。参っちゃうな。参っちゃうよな。楽しそうすぎる。え、これあれ？この中も選べるの？マジか。かわいい。ちょっと欲しいですね。私も買ったとこで、私は絶対にこれをずっと使うことはないって思う。なんかこれ気になるよな。どういうあれなんだろう。一番高いし、ね、一番高いし、それにしよう。これを含ませて、2番。なんでこんなインク残るの？お家が書いてあった。これは、広くない？広い。あ、広いよ。あ、3つついてるよ。あ、嬉しい。あ、ラッキー。やったー。ありがとうございます。あ、見てください、お風呂。お風呂、この浴槽ついてる。おしゃれだよ。あ、なんかシャワーの棒、長、高い。あ、広い。広さ伝わりそう。そうだね。あ、広いね。あ、これは自分たちが買って、これに1階のラウンジ。加湿も入ってる。これありがたいな。しかもコーヒーもあるんだ。ん？ブラックティーか。あ、ジンジャーレモングラス。おしゃれティー。あ、抹茶グリーンティー。え、おしゃれ。なんかコップも可愛いね。ね。あ、水加湿できるやつ。お風呂めっちゃ広い。で、トイレが、はい、綺麗ですね。綺麗ですね。おー。
お大さんがいらっしゃる。ねえ、あ、でもなんか食べれなくはない。4組まで入れますね。やっぱラインナップ違うの、ね、あ、買って帰ろうかな。コースターもみんな切り出してんだね、これ。本当だね、うん。すごいね、それめっちゃぎっしり、うん、そうか、フェイク、ハロウィン混雑、なんかね、うん、いただきます。